オスカル・フォンミラーオスカル・フォンミラーは、ドイツの技師で、ドイツ博物館の創立者、バイエルン電力事業を牽引した。父フェルディナント・フォンミラーは、バイエルン王国のビッテルスバッハ家に仕える、中禁士、彫刻家であった。1875年に貴族に昇格した。父と同盟の兄フェルディナント・フォンミラーも何バロンを、監視、ミュンヘン王立医装学院の院長となって、 家業を継いだ。おかげでオスカルは人生を選ぶことができた。1921年、ビルヘルム・エクスナーメダル受賞。オスカルはミュンヘンポリテクニクムで建築学を専攻していたし、初めての仕事も土木業だった。しかし電気学の交流を察知して研究するようになり、1881年のパリ国際電気博覧会ではエミール・ラーテナウと知り合った。 刺激されたオスカルはミュンヘンでも博覧会を主催してしまい、マルセル・ド・プレの5 7トルを超える交流送電を演出した。1883年にラーテナウと仕事をすることになり、ドイツエジソン社のマネージャーとなった。1890年に自分の電気店を構えた。翌年、フランクフルトの国際電気博覧会を世話した。そこでは、 ミハイル・ミハイル・ダリボ・ドーブロー・ウォールスキーの3、昇交流が 176km の長距離にも、かかわらずエネルギー変換効率3、4をキープした。1903年、彼は論文を書いた。そこで、バイエルン・アルプスの水力開発につき、当時の水車小屋は、川岸で即時消費される位置エネルギーであって、工業地帯と市街地へ交流送電するのが良いと宣伝した。 論文は、地理的制約を整理する一方、1899年設立のバイエルン水力技術事務所が取ったデータをもとに、図表を分析し、馬力を丁寧に見積もっている。この時にオスカルは、地元ミュンヘンのワルヘンコに目をつけた。1908から1909年、ドイツ帝国の省庁と諸州の支援を受けて、自然と調和したワルヘンコ利用のあり方を模索する。 国際コンペを主催した。かいあって1909年、上院議員となった。1913年、石炭の乏しいバイエルンは、将来の国有化を条件に送電線の用地と供給独占域を与えた。1915年に、全国的な計画案を提出した。これは急称あったが、悪ルヘンの開発そのものを書いていたのは2つだけだった。川の水位を保ったり、 既存発電所の利益を損ねないようにしたりするため、ワルヘンコの発電所は電力需要がピークの昼間だけ動かすという都市計画であった。第一次世界大戦の敗北にもめげず、1918年から1924年までワルヘンコ発電所の建設プロジェクトを主導した。1928年5月16日、バイエルン総電網が プロイセン電気会社などと共同出資で、ドイツ電気株式会社、オクティアングゼルシャフトフィワドイチェ、エレクトリジタートスワースチャルファットを設立した。ハンブルクとバイエルンアルプスを一体の送電網とする、目的の企業であり、ここへ、ワルヘンコ発電所が電力を供給するようになった。ありがとうございます。